ならいくらでも頑張る。はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。とあるデレマス声優さんと誕生日が同じサカポンです。はい、今日1月16日は、はい、プロデューサーさんは皆さんお待ちかね、ねえねえ、デレステの宝くじの結果発表でした。皆さんどうでしたでしょうか。いや、私ね、ちょっと事後報告になっちゃうんだけど、結果このようになりました。6等5個、7等10等、8等21個。いやー、もう散々でした、ほんま。去年はね、5等当たったんだけど、どう落ちちゃったじゃねえかっていう感じですね。で、なんでこれ事後報告になってるかと言いますとね、実はこのガシャの結果を見てから今日の動画の内容考えようかなって思ってるんで、出たんですよ。いや、もう無残な結果です。それでね、今日ね、もう、まあいいやと思って、で、報酬の方で、あ、もう一回出しますね。プラチナでガシャチケがね、出てた、当たったんで、で、5枚ほどかな当たったんで、それ使って今日ガシャ回していこうかなと思います。なので、今日は S レア出る確率低いです。しかも、今日、タイプセレクトガシャに変わっていたので、今日はキュートしか出ません。ほんまに。でね、今日ね、ちょっとね、重大発表をさせていただこうかなと思ってます、私。うん、それね、実はね、私ね、よくオープニングで、とあるデレマス声優さんと誕生日が一緒っていつも言ってるじゃないですか。私ね、一つ決めていたことがあってね、もしもね、この私の動画に、一体誰と誕生日一緒なんですかっていう質問が来た時にはそれ答えるつもりでいたんだけども、もし仮にね、そういう質問が来なかった場合は、私のチャンネル登録数10人越した時にその誰なのかっていうのを発表したいと思います。あ、ちなみにね、2人いるって前にも言ったと思うんですけど、私と誕生日が同じデレマス声優さんが、今回はね、その2人のうちの1人を発表させていただこうかなと思います。はい、皆さん、今から言いますよ、言いますよ。それはなんとなんとですよ、皆さんがすっごくお世話になっている人ですよ。それはなんと千川千尋役の佐藤里奈さんと私誕生日一緒なんですよ。はい、もうなんたる偶然かっちゅう感じですよね。まあそんな長々とした話は置いといて、ガシャの方行きますね。もう宝くじのおかげで結構ジュエルは溜まったんだけど、まだもうちょっと貯めとこうかなっていう感じではあるんですけどね。ではちょっと今日アイテムの方使っていきます。はい、5枚ですね。プラチナガシャチケと、では使わせていただきます。もうありがたく5枚。では1枚目、 GO！あ、白ですね。やっぱ白ですね。はい、1人目は遊佐梢ちゃんです。この子ね、結構不思議な子ですよね。ほわーっとしてるんか。趣味ってなーにっていう感じですよね。ではもう一回いきますね。サクサクいきましょう。あー、まだ白。誰だ。2人目は清良さんですね。な、白衣の天使です。白衣の天使ですよね。清良さんですよね。ではもう一回いきます。サクサクいきましょう。お、ロード入った、ロード入った。でも誰だろう。あ、青ですね。Sレア確定です。さあ、一体誰でしょうか。はい、お、
先ほどキオラさん来て、今度はエスレアのキオラさんでした。はい、ほほはい、そんな感じですね。ではもう一回いきます。あ、また青。でもこれ多分ロードなかったから、またか持ってる。マジでびっくりした。忍ぶです。まあすでに持ってる子なんで、でスタラン上げですね。はい、忍ぶ来ました。あ、びっくりしました。マジで宝くじそんな良くなかったけど、のいいことあった。ではもう一回いきます。あ、白フルートですね。アキハですね。ロボット少女アキハっていう感じですよね。まあこんな感じですね。あと一回ちょっと60ガシャの方回していって回したいと思います。まあね、こう立て続けにいいことは起きないですよ。あ、白ですね。赤西エリカですね。はい、以上となります。それでここで突然なんですけども、新コーナーっていうかね、私考えた最後のプチコーナーっていう感じのことをやらせていただこうと思います。題して、でこの子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。はい、これはね、私がね気分で選んだ女の子を、アイドルをちょっと紹介していこうかなっていうコーナーをちょっと今日から設けさせていただきました。さあ、記念すべき第1回目の子はですね、この子でございますよ。ございますよ、ございますよ、ございますよ、ございますよ。あ、まだアルバム来ない、アルバム来ない。あ、出た出た。この子でございますよ。この子でございますよ。はい、皆さん、ございますよと言うたら、わかりますよね。ございますよですよ。ございますよ。この子でございますよ。おー、わかりますよね。ございますよ。っていう、もっと来たら、ちょっと待ってね。はい、この子です。はい、ライラさんでした。さあ、ライラさんでございますよ。皆さん、ニナちゃんと思った人、キャッシュシュー。ライラさんはね、ね、日本語を覚えるときに、ちょっと、ニナちゃんとかから教わったりもしてたので、で、時々、ございますよっていう口調が入ってくるんですよね。はい。ライラさんは、ドバイ出身の女の子で、で、本国では、すごくお嬢様だった女の子なんですよね。でも、日本では、本当にアパートで包みっていうかね、ごめんなさい、ちょっと言葉詰まっちゃった。もう質素な暮らししてた子なんですよ。それで、お金が稼げるという理由で、アイドルになった女の子なんですね。でも、アイドルを続けるうちに、自分の目標をだんだん見つけて、アイドル活動を楽しむようになった女の子です。はい、そんなライラさん。皆さんも覚えておいてくださいね。ライラさんですよ。てなわけで今日の動画は以上になります。次の動画はね、いつになるかちょっとわからないですけどね。できるだけデュエル溜め込んだらまたやろうと、動画撮ろうと思ってます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。サカポンでした。